皆さんこんばんは、あやです。はい、今日は開封動画なのですが、いつものコスメとかアイハーブの買い物ではなく、こちらに並んでおります Call Me By Your Name 君の名前で僕を呼んでのブルーレイ、DVD、ディスクがついに発売をされましたということで、それを開けてみたいと思います。ここでは開けてるんですけど、中私ちょっとまだ開けてないので楽しみですちなみに初回生産限定版ということで楽天で購入しました。ちなみにこちらの商品がですね、いろんなところで売ってるんですけども、それぞれ場所によって特典が違うというのがありまして、私は楽天を選んだんですけども、楽天が一番お値段が高かったんですよ。いくらだったかな、8424円、定価が7344円なので、まあ1000円高いぐらいですね。で、一番安いのがツタヤで6609円、これは何も特典がなしですね。同じくタワーも特典がないんですけど、タワーは定価で7340円かな。で、アニメイトさんも同じ7344円で、これはイラストのポストカードが2枚ついてくる。で、アマゾンは、A4 のクリアファイルですね。あと、他には、HMV が確か、B2 のポスター3種セット。私、この B2 のポスター3種とちょっと迷ったんですけど、楽天しました。ちなみに、ポスターは7884円ですね。ということで、一番お高かった楽天を開けてみたいと思います。はい、ご興味ない方全然、興味ある方だけ見ていただければと思います。さてと、一応ね、こんな感じで入っておりますね。ジャケはね、もういつもの、このでいつものじゃないね。これは前にこう頭をぶつけてるバージョンですね。これをまだ開けてないです。で、特典なんですけども、このしおり、これは全部どこで買っても初回生産限定にはついております。で、楽天についていたポストカードなんですけども、ちょっとこれを開けてみようかなと思いますね。ちなみにこの足のシーンっていうのは実は本編にはなかったんですね。これはちょっといいなと思って。ポストカードはちなみに5枚入ってるんですけども、じゃん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 。なんかちょっといい感じのセレクションだなと思ってポストカードにしてみました。非常にポスターも気になっております。じゃあちょっとこちらを開けてみたいと思います。これどうやって普通皆さん開けてますか？この余白がないようなやつって。よいしょ。開いた。よいしょ。いい。これは、こういうのが、入ってるんですね。こういうの CD でも多いんですけど、どうしてますか皆さん。箱ですね、完全に。後ろはもう何も書いてないです。開けてみましょう。もうみんな9月21日に確か発売になったのかな。皆さん買ってますよね。お、まずはですね、もちろんディスクですね。私はブルーレイにしております。このデザイン、割とチラシに比べたら、だいぶスッキリした感じですね。で、まあ、こんな感じ。これも開けてみようか。ワンダーが入ってます。え、なんだっけ。ワンダーとアローン入ってますよ。今年、網浜さん何本映画出るんだって、アローン入ってますね。あ、なんかちゃんと、こういう、こっちの、エディションもできるよっていう風になってますね。よいしょ。こんな感じですかね。じゃあ初回生産限定の特典は何だったんだろうか。まず、トートブックですね。これ、トートブックって結構いろんなところで物販で売ってたりとかすると思うんですけど、割と消耗品ですよね。サイズとかも全然わかんない。あ、このサイズ、すごいいっぱい持ってる。で、デザインはいつものこれですね。多分ね、これもったいないから使わなさそうな感じがする。待ちありなので、
お弁当入れとかにいいかもしれないですけど、これにお弁当入れるかって言うとちょっと疑問なところですね。ちょっと大事に保管しておきたいタイプの商品かなと思います。まあ、こうやって綺麗ですね。元が綺麗な人たちなので。まずこれが特典1、初回生産限定、トートバッグ。じゃあ次が、あれ？これなん、写真入ってました、写真。なんかちょっとポストカードとかぶるな。やっぱポスターにすればよかったかな。ちょっとね、特典の時点で結構いろいろ悩んでて。生写真？普通の写真？これしも別に本編にはないですね。このシーンも多分なかったと思いますね。はい。あ、こういう写真がついてるんだ。へえ、面白い。で、私すごい気になってたのが、これなんですよ。このブックレットっていうのが非常に気になってて、何が書いてあるんだろうと思って。このね、小説版、これが発売になった時に一応、このジャケットっていう形も発売になったと思うんですけども、こっちの方はまあいわゆるちょっとまあ日本人女子向けという形ですごく綺麗なイラストですね。誰だっけこれ。エンジン、やみまるさんという方。あ、でもすごい、上手。すごい綺麗ですね。あ、でもそんなに漫画自体は長くないですね。あ、このブックレット、割といいかもね。割といいかもしれない。ちょっと文章とかは、あれだけど。あ、これ結構内容いいですね。写真もいいし。結構文章がポチョポチョっとコメントっぽくなってるって読みやすいし、割とこう物語に沿って心情という感じのブックレットですね。あ、これは結構おすすめですね。曲の紹介とかも載ってます。あ、いいですね。あ、これ結構思ったより良かったです。私これが一番不安だったんですな。どんなんだろうと思って。こういうの買ったことがないので。まあ、こんな感じでした。コールミーバイオネーム。せっかくなので何か見たいですか？あ、ちなみにね、アプリコットのものがまだ欲しいっていう方は、オペラから、リップティントアプリコットっていうのが出てまして、これですね。と、あと、これは、韓国のブランドなんですけど、エチュードハウスからもアプリコットのリップが出てるので、まあ、そこまでお好きな方は、どうぞお揃えてみてはいかがですかっていう感じで。で、最近発売になったこっちですね。これ確か DVD とブルーレイソフトとかと同じタイミングで発売になったかと思うんですけども、ちょっとこれに関して私ちょっと言いたいことがありまして、ムービースターっていう雑誌初めて買ってみたんですけど、すごいですよね。麗しのティモシー・シャラメって書いてある。これ逆になるのか。麗しのっていうのが、こんなに似合う人、ティミー以外にあんまいないですよね。で、しかもめっちゃ薄いんですけど、1000円なんですね。薄い本かって感じで。で、これカレンダーついてて、カレンダーがこう、1年分がちょっとコールミーで固められてたりとか。あとはもうトムヒファンには、もう最高の、トムヒとかシャーロックファンには最高のカレンダーがついてるんですけども、結構これの、コールミ、君の名前で僕をね、特集はね、充実してると、すごい長いんですよ。シャラメの、麗しのコーナーで言うと、こんぐらい。雑誌のうちの、こっち側が、もうコールミ攻めですね。で、麗しのティモシー・シャラメのコーナーはね、この間の TIFF、トロントの写真まで載ってます。トロントは確か、現地時間で9月7日だったかな？日本で見たとき9月8日だった気がするな。そのぐらいですね。あ、ちょっと中が見えちゃった。ごめんなさい。で、まあまあ、作品とか、まあこれからのね、いろいろ
計画してるとか、いろいろシャラメに、まつわることとかが載ってますね。麗しのティモシー・シャラメ特集は。で、コールミーのロケ地案内であったりだとか、で、細かい衣装、原作、音楽とかに照らし合わせて、いろんなことが書いてあります。あと、これはいいかな、見せても。いわゆるインスタの写真とかも載せてますね。でね、結局、ぶっちゃけこれ、あんまり新しい情報とか知らない写真とかは載ってないです。多分、好きな人はみんな知ってる情報と見たことある写真しかほぼ載ってないですけど、その映画の中でからかなり写真を切り取って載ってて、そのセンスはすっごくいいんですよ。めっちゃいいと思います。あと、注意していただきたいのは、多分これ海外のサイトから記事そのまま持ってきてるのかもしれないんですけど、間違った記述がありました。完全に海外のサイトで間違ってたので、それをそのまま書いてあったので、もしかしたらこれ日本の人が書いてないかもしれない。ちょっと私、ムービースターの、あれよくわかんないんですけども、ちょっとそこ皆さん注意していただければ。コアな方は何が違うかっていうのはもうわかると思う。きちんとそのわかる写真も載ってるので、でも保存版かなと思いますね。ね、揃えも揃えたっていう感じですけども、今年もまだ9月になっても、この間が、東京で爆音、ボイド爆音があって、今度は大阪の堺でも爆音上映があるということなので、爆音上映ね、かなりいいので、いいという噂を聞いております。はい。というわけで今日はですね、こんな DVD の、開封動画でした。はい。じゃあ私は今日はこれからメイキングとかを見ようかな。何が入ってるんだっけ？特典はね、会見映像25分、メイキング10分、ミステリー・オブ・ラブ・ミュージックビデオ4分。あ、私これ見たことない。予告編集4分、キャストコメンタリー。あ、これが気になりますね。キャストコメンタリーを見てみましょう。はい。それでは皆さん買われましたか？これから買われる方は、まだね、初回限定生産バージョン残ってそうなので、それぞれのサイトで特典と価格を照らし合わせて購入されたらいいかなと思います。それでは、バイバーイ。